鎌倉殿の13人大同窓会南紀賞ね、はい、23日第41回の向田邦子賞を受賞した三谷幸喜さんへの贈賞式が行われたんですよ、うん、なんとそのお祝いに鎌倉殿の13人の豪華キャスト29人が駆けつけたと。多いですね、はい、しかも三谷さんによるとギャラも一切出ず控室もなかったのに、うん、純粋な気持ちで皆さんが三谷さんに感謝して自前で出演したってことですよね、うん、でいろんな方が挨拶をされたんですが、まあ細かくは、いろいろな記事をご覧いただきたいんですけれども、鎌倉殿の13人が素晴らしかったっていうことも含めて三谷さんの信頼があるってことですね、はい、素晴らしいですね。今回は以上でーす。